はいどうも皆さん、やってまいりました。もりちんです。今回もモンスターハンターダブルクロスの動画撮っていきます。今回ねちょっと期間空いちゃったんですけれども、先ほどですねゴアマから行ってきて、ちょっとね片手剣でやってきたんだけど、で片手剣でまたこいつはやってきたんですよ。でゴアマから片手剣で行って、でその後に陣容がと思ってやったんだけど3落ちしちゃったので、今回もガンランスでいきたいなと思います。今ですね、もうパッパとこれ進めて、この上がもう上位らしいので、もうだったらもうちゃってか上位に行っちゃおうということでね、陣容がやってこようと思います。レッツゴー。さあいたで陣容がやってやろうじゃねえか。さっきねやってきたんですよ。やってきたって言っても片手剣でやってきたんだけど、やっぱこのランク帯におけるガンランスの強さっていうのがね、もう相当やばいなってのが分かりましたね。正直な話、ほんとすごいわ。びっくりした。どんだけだよって感じ砲撃がかなりね強いってのがあるのもそうなんだけど、やっぱねすげえなと。よいしょ。であとはあれだよね、この辺の対応力だよね。ブレイブガンランスのここら辺の対応力が凄まじいなと。でそしてこれでやってきてても、よいしょ、どんどんどん、よいしょ、せーのドン。オッケー、これでもうオッケーだよな。よし。でこうなったらもうあとはで、よし。でさあここからですね、竜撃砲をドンと当てて、もうこれで火力が固定されて、っていうかもうこの時点で相当ひるんでるのがやばいよね。びっくりだよ本当に。ビビっちゃうこれマジ強すぎだろ。なんだこれ。さあここでちょっとそうはさせねえよそうはさせねえよフルバ。よいしょ。さあこのガードも強い。本当になんだこれ強い。なんだこれ強いぞ。ダン。さすがにもうダメか。とりあえず逃げておこう。でさあこっからはまた火力すごくなるからね、隙を見つけながらの感じになっていきます。隙を見つけて打っていく形になりますね。さあよし行くぞ。多分ねこっからは振る舞いよりもこっちを当てていく方がいいんじゃないかな。でこれで距離を詰めて、超回避じゃなくて絶対回避で距離を詰めて、よし、よいしょ、よいしょ。あーさすがに回避性能入ってねえから無理だな。さあこれでどんどんどんほっ、よし、オッケー、よし。いつも通りの感じでやっていく感じにはなりますが、よいしょ。普段とやっぱ違うのは、やっぱこいつすげえ火力だなっていうのがいやー火力高いわ本当に。陣容がさっきね戦ってて本当びっくりするぐらいね火力高かったんで、本当にすげえよな。79とかだともう消し飛ぶもんねこの携帯だと余計。昼目、よし、オッケー、それを狙った。でここで竜撃砲を当てちゃいます。ドン。よし、オッケー。あーマジか。さすがに死ぬぞ。うお、さすがに死ぬぞ。169とかあっても死んじゃうぞ。危ない。ヒギエリアイド全然喋れてないエリ。さあ行こうじゃない。あーもうブレイブなくなるじゃん。ブレイブ見てる余裕がなくなるね。本当にねすごいね。ブレイブ見てる余裕すらなくなるとは。うわーすげえ。でここで消えちゃうから、その前にダメか。消えちゃったか。でもやっぱ相当あれだな。いやーこれピオールどうしてピオール、あなたはなぜどうしてピオールのですか。わおうん、よし。とりあえずブレイブにしないと話にならないので、さすがに無理か。来るぞ。さすがにブレイブじゃないとちょっとお話になりませんよ。ブレイブにしないと。でもね明らかにねやっぱり火力面ではやっぱねブレイブガンランスすげえ、このランク帯だけかもしれんけど、まだいやほんとすごいビビるこの火力の高さ。よいしょ。さあフルバ打っときゃなんとかなる。きゃー威力落ちてきちゃったか。あ来たな。遊撃砲打ちましょうか。ドーンと、よーし、オッケー。さあ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 、いいよいいよいいよ。オッケー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 、いいですよ。逃げるんじゃないの？逃げるよんだよね。そうだよね。よし、研ごうか。わかった。よし、研ぎましょう。いやー、ほんと技物全然切れ味落ちないね。ベルダーガンランスの、ね、切れ味結構長めってのもあるけど、いいわ。てか、これ何これ、会心率上がってんじゃん。あ、SP 状態だからとかそういう話か。僕はあんまり SP 状態の効果ってのはあんま知らないんだけど、そういった効果もあるのかな？よくわからないけども。さあ、そんなところでくつろいでたらお前死んじゃうぜ。そんなよ。よいしょ、お前そんなさ、くつろいでたらマジであかんで。よいしょ。いや、いいのかなそんな感じでね。え、あおーんとか言っちゃって大丈夫かな。よいしょ。あ、痛い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 。あおーんなんて言ってたらマジで死んじゃうぜ。よいしょ。さあ、ここで貯めていきましょう。さあ、ここで4発当てて、ドン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 からの、あー無理だな、さすがにきついな。よいしょ。いけるか、ダメか。もうちょい、もうちょい前だ。もうちょっと前、もうちょっと前でいくぞ。ここでこのタイミング、ほらもう弱ってる。強いやー、ほんと強えなブレイブガンランス。すげえ強え。さっきだってこの段階じゃ全然まだ弱ってなかったしね。15分身いきそうな時にまだ弱ってないってちょっと絶望してたからね、さっきね。あ、まだ足引きずってないやんけみたいな。オッケー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 。ここで流撃砲を当てて終わらせようか。まだもうちょいかかる。まだもうちょっとかかるのね。わかったわ。ダウンイレリアイド、びっくりさせんなよ。もうちょっとね、際で戦うのほんとね、ちょっと慣れてないというかね、危ない。でも大丈夫、いけるいけるよいけるよいけるよ。このまま、よし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 、腕破壊。ふん、ダメか。このまま、あっと溜めてる、溜めてるけど今はこれいったらあかんかな。でも大丈夫だ。よし、オッケー。よっしゃー。いや強い、本当に強い。なんなのこの、いやー強い。砲撃当ててればいいんだもんな。すげえ。ということで今回はこんな感じでありがとうございました。村の会は全部これでいきますね。うん、全部いけちゃう。まあちょっとね、砲撃メインだからついてないからね、尻尾切ったりとかが全然ないんだけど、まあその時は必要な時にやりゃいいと思うので。いやー、ほんと強い。びっくりするわ。ということでね、ありがとうございました。まあちょこちょこね、飛ばしになっちゃうかもしれないんですが、キークエストの方ねやっていこうと思いますので、生放送とかもできたらなとは思うんですが、もうちょっとしたら、もうちょっとまだね、村の上位行ってないのはさすがにまずいので、もうちょっとやってからね、生放送とかやっていきたいと思います。ということで今回はこんな感じでありがとうございました。生放送やら動画やらよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。次回お楽しみに。グッドバイ、バイバイ。